天使にラブソングを、は、1992年に公開されたアメリカ映画。殺人事件の現場を目撃した死がないクラブ歌手が、かくまわれた、修道院で巻き起こす騒動を描いたコメディアメリカでは6ヶ月を記録する大ヒットロングランとなり、主演のウーピー・ゴールドバーグの人気を、不動のものにした。1993年には、続編の、 天使にラブソング鬼も公開されている。ネバダ州リノのナイトクラブ、ムーンライトラウンジのクラブ歌手、デロリスは、ネバダ一体に縄張りを持つ、大物マフィアのボス、ビンスの愛人。だが、ある日、ビンスが裏切り者を始末する現場を目撃したため、命を狙われる。重要参考人として警察に保護された彼女は、ビンスの裁判の日まで、 カトリック系の聖キャサリン修道院にかくまわれることになる。二層として振る舞うことを余儀なくされたデロリスは、堅苦しい生活に辟易するものの、やがて聖歌隊の指揮者を任され、歌手としての本領を発揮する。自身のノウハウから下手な聖歌隊を鍛え上げ、退屈な聖歌をモータウンの楽曲の替え歌にアレンジして派手なパフォーマンスを繰り広げ、 保守的で厳格な修道院長との対立をよそに、一躍街中の人気者になる。そして、最初は疎んじていた、修道院のシスターたちと、歌を通じて徐々に友情を育み、固い絆で結ばれていく。しかし、平穏な日々もつかの間、警察内部の情報が漏れたことで、ローマ教皇を迎えたミサの前日にデロリスが、さらわれてしまう。 誘拐の現場に居合わせたために巻き添えでさらわれ、デロリスの起点で逃げ出したシスターロバートの報告で、デロリスの蘇生に対する疑いが持ち上がる。修道院長の口から彼女の本当の蘇生を知らされた修道院のシスターたちは動揺するが、シスターロバートの勇気ある信言をきっかけに、たとえ本物の理想でなくとも自分たちを教え導き、歌うことの楽しさや、 素晴らしさを教えてくれたデロリスを救うべく一丸となってビンスのアジトであるリノのムーンライトラウンジへ乗り込んでいく仲間たちの活躍によりデロリスは無事救い出されビンスは逮捕されるデロリスは仲間たちに心からの感謝の意を述べて修道院長とも赤いしローマ教皇の午前でのコンサートを大成功に導く キャラクターの名前のメアリーは名前であればメアリーまたはマリーであるがシスターの場合も基本的にはメアリーと読む。なお字幕や吹き替えではマリアとされるがマリアは聖母マリアに由来する。映画公開から19年後の2011年に本作がブロードウェイミュージカル化された。プロデューサーは映画版の主演を務めたウーピー・ゴールドバーグが音楽は リトル・マーメイドやアラジンなどのディズニーミュージカルアニメ作品を作曲したアラン・メンケンが担当している。ストーリーの大筋と登場人物は映画版を踏襲してはいるが、楽曲はすべて書き下ろしであり、映画版での挿入曲は使用されていない。2014年6月1日、日本上演。2014年8月3日、千秋楽。 2016年5月22日から6月20日再演。2019年11月から12月再演。ありがとうございます。